熊本ボルターズ公式 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。熊本ボルターズ背番号5番、磯野博明です。今回 Twitter でたくさんのブースターの皆様から質問をいただきました。質問が書かれた、紙ですねがこの抽選ボックスに入ってます。でこの抽選ボックスの中から1枚ずつ引いて、20問答えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまず1つ目ですね。今シーズンの個人としての目標、かっこスタッツを教えてください。そうですね、目標ですね、個人として、まあそうですね、まあ個人として、まあ昨シーズン最後ああいう結果になってしまったっていうのもありますんで、やっぱりその、はい、どんな場面でも、まあディフェンスもそうですけど、やっぱりオフェンスでもチームに貢献できるように頑張っていきたいなと思っていますので、まあオフェンス面を今シーズンはさらにレベルアップできるように頑張っていきます。スタッツですね、まあ、スタッツ、そうですね、スタッツよりもまあチームが勝つことがまあ最優先だと思うので、まあ調子いいときはシュートもいっぱい打って、まあ、ちょっと悪いなってときはまあむしろディフェンスを頑張ってってところでやっていけたらなと思います。よろしくお願いします。熊本の飲料水や食べ物は口に合っていますか？そうですね、元から九州の人間なんで、まあ、非常に美味しくいただいてますし、特に馬刺しなんかもう最近ようやく赤身がうまいってことに気づいてきて、前刺しが入ってるのも食べてたんですけど、もう最近はもう赤身しか食べないです。はい、そうですね、はい、難しいな。進化したオフェンス能力、そうですね、はい、まあ、そう言ってもらえてるんで、まあ、そういうところを見ていただけるとありがたいです。次です。モチベーションを上げるためにやっていることはありますか？まあ、正直モチベーションっていうよりも、なんか毎試合毎試合そのまあブースターの皆さんがまあホームでもアウェーでも応援に来ていただけてるので、やっぱりそういう試合に来ていただいている方々のためにと思ってプレーしているので、上げるためにっていうよりも、まあ、そこが基準、僕の基準になってます。来てくれてる人のために、バスケットライブで見てくれてる人のために頑張ってます。好きな食べ物、得意料理を教えて。好きな食べ物は、はい、焼肉、寿司、ラーメン。得意料理、パスタは結構作りますね、まあ、いろいろ、いろんな種類の野菜。どうでしょう、覚えてるのがあのシャトルラン150回、それぐらいです。もちろんその体力テストの評価は一番上のやつでしたけど、はい、そう当然ですね。そうですね、さっきやっぱりオフェンスのところって言わせてもらったんですけど、まあそこもですし、やっぱりまあ昨シーズンと変わらず、ディフェンスのところも見ていただけると嬉しいかなと思います。何にでも全力投球のヒロ君ですが、1日の中でここは抜いてるって時間はどんな時ですか？そうですね、まあ、基本家に帰ったらもう家に帰ってすぐシャワー浴びるんで、まあ、そこからはもう抜いてます。ずっと脱力してます。大丈夫ですか、今の今のイメージの感じで大丈夫ですか？なんかもっとこの方ってなんかもっと、まあ、いいか、大丈夫ですね。僕ですね、やっぱ熊本で一番好きな飲食店はやっぱりホットモット南高井店ですね。あそこのホットモットはいっちゃ美味しいです。お前作ってねえやけ。中島君から、おい、磯野、野球行こうぜと誘われたら行きますか？もちろん行きます、野球は。野球好きなの。行きます、行かせてもらいます。観光名所、ここは良かった。あ、鯉のぼり行ったんですよ。あの、小国町の。はい、杖立て温泉。そこ良かったです。初めてできたのってことですよ。高2ですね。高2の時に、まあ、アップ中に、お、できちゃったみたいな感じでした。そうですね、僕、ビフォーアフターとか結構好きだったんで、建築系の会社に入れたらってそういう仕事をやってみたいなと思ってました。なぜ名称が勝つを磯野だからです。そうですね、まあ、ご飯いっぱい食べて、まあ、睡眠っていうのが非常に大事になってくると思うんで、まあ、昼寝して夜もしっかり寝る、これは非常に大事だと思います。いきます、じゃんじゃんいきましょう。今シーズンヒゲ仕様ですか？あ、もう剃ってきました。もうなんかヒゲあんまりにもちょっと不評だったんで、ちょっと剃ってきました。肌のためを思って伸ばしてたんで、ちょっと、はい、なぜヒゲを伸ばし始めたのでしょうか。これ気分ですね。ヒゲをいたわる、ヒゲをいたわるじゃない、肌をいたわるためにって感じです。
気持ちが一番嬉しいです。皆様がもらって、うん、そうですね、やっぱり会場で皆さんと応援することが僕は非常に嬉しいので、まあ、もらってってよりも会場に会いに来てください。お願いします。あ、もうカツオか披露どっちかですね。はい、じゃあラストですかね。頑張った自分へのご褒美スイーツやご褒美メニューはありますか。そうですね、まあ行きつけのソフトクリームだったりっていうのは僕は好きなんで、そこのソフトクリームを食べに行きますね。はい、ブースターの皆さん、たくさんの、そうですね、たくさんの質問ありがとうございました。今シーズン、そうですね、ボルターズ10周年ということで、節目の年になります。そういった年にしっかり結果を残して、B1 昇格、B2 優勝と、結果を残せるように頑張っていきますので、今シーズンたくさんのご声援よろしくお願いします。